hiding. Everything in life feels very frightening. 皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、 GRWM ということで、特にまあテーマを決めずにゆるゆると朝の準備メイクをしてみましたということで、どうぞ。今日はもうね、朝からたくさん動いてお掃除をして、とても清々しい月曜日でございます。皆さんおはようございますって言ってももう12時過ぎなんですけど、なんかインスタライブかなんかで紹介したんですけど、最近このプロテインを飲んでます。マイク入ってるよね、マイク入ってるよねもうマイク入ってるか不安症候群みたいになってるんですが、 GRWM やっていきたいと思います。ローラムルシエリアルフローレスウェイトレスパーフェクティングファンデーション 1N2 1N1 欲しかったんですよね。イベントの時に肌診断みたいなのね、なんか資生堂さんの、あ、もうね下地というか日焼け止めまで塗ったけど下地塗ってないわ。ひー、ちょっと待って。はい、日焼け止めちょっと部分的にケイトプロテクションエキスパートトーンアップラスティング使います。今日は結構ね外に1日いろいろ予定があって出たりするので、崩れにくさを重視した下地選びとなっております。でね、ローラメルシエさんのイベントで資生堂さんの機械みたいなやつで肌を診断してくれて、そしたらね、ブルベ、明るい肌色のブルベみたいな、なんかそんな感じなのかな、なんかそんな感じだったと思うんですけど、写真とか撮れてないんですけど、はい、じゃあ 1N2 使います。で、 1N2 がちょっとあのイエベさん寄りの明るいトーンなんですけど、本当は 1N1 のちょっとピンクっぽいブルベさん用のファンデーションが合うっていう診断結果だったんですよ。そう、まあでも普段私が選ぶとしたらこの102を選ぶだろうなっていう感じだったので、まあいいんですけど、そう、実は違いました。このね、ローラメルシエのブラシもめちゃくちゃ良くて、こればっかり使っちゃいますね、ブラシ、ファンデーションブラシ。もう今日は朝から日焼け止めまでは完成させていたので、続きからメイクしちゃってます。本当にファンで塗ってないみたいな薄いつけ心地なので、これね、なんか厚塗りファンで苦手な人とか、なんかファンデもはやマスクの時代塗らなかったことに慣れてる方とかって結構いると思うんですけど、そういう人にもいいと思います。コントロールカラーでちょっとコンシーラーをつけていきます。赤みはグリーン、目の下はイエローとピンクをちょっと部分部分で使い分けたりします。今日は朝から森塩を作り直して、玄関を掃除して、パラサントを焚いて、なんかちょっと月曜日からなんかちょっと月曜日から運気上げてこうっていうね感じにしてますナーズを重ねていきます。パラサントってなんか魔除けみたいな感じなんかな、なんかあの木なんですけど、それをなんかお香みたいにね燃やして、その煙をこうねちょっとこう部屋に充満させたりするといいよみたいな、邪気退散みたいな感じらしくて、なんかそもそも煙自体がそのそういう悪いものを浄化してくれたりとかするみたいなやつらしくて、まあお線香とかでねあげたりすると思うんですけど、安らかにこう煙のこうふわふわっていう煙とともにこう上に登っていくようなイメージなのかなって思ったりするんですけど、お家でお香とかパラサントとか定期的にね、まあもちろん香りもいいからやるんですけど、人混みに入った日とか、ちょっとなんか体重いなっていう疲れてる日とかは、あえてちょっと夜はゆっくり、もうすぐベッドで寝るっていうよりかはちゃんとお風呂に入ってあのパラサントとかお香とか焚いてリラックスしてから寝たいなって思いますね。パウダー今日はラベンダーにしたいと思います。スックの再販するやつですね。今日はちょっと打ち合わせとか新しいことを指導するにあたってのちょっと楽しみなミーティングがあります。みんなはどんな月曜日ですかね。天気の気分がコロコロ変わる時期なので、またね台風とか来そうだけど、そう、とりあえず束の間の晴れを今日は楽しみたいと思います。
なんかやっぱさ、雨だと洋服何着ようってなりませんか？なかなか好きな洋服着れないですよね。はい、こちらラカのラカ&コーっていうんだ。すごい。こちらのピンクのチーク使います。705番。こんな感じの色です。すごいね、ふわっとしてて粒子細かいです。そしたら眉毛、眉毛このスイーツスイーツアイブロウワックスの02番使います。眉毛がどこまでも長くなってってもうここ、こっちまで繋がっていっちゃいそうなぐらい描いちゃったよ。もう油断すると永遠と長くなっちゃいます。眉マスカラが手元にない。あ、あった。こちらキャンメイクスマートミニアイブロウカラー02番を使っていきます。やっぱこれすごいいいんだよね。柔らかい色で他の色も買いたいぐらい気に入ってます。しっかり発色するし、一時期あんまり気づかれなかったかもしれないですが、一応ね眉脱色を試みて、もうちょっと暗いの入ってきちゃったんですけど、すぐ入ってくるからさ私。だけど脱色するとやっぱりちょっと垢抜けますよね。なんかあんまり私脱色を昔からいっぱいするタイプじゃなかったので、眉毛のね、だからめんどくさいんだろうなっていうイメージがあったんですけど、意外とそんなに大変じゃなかったから続けられそう。 NYX で眉毛の輪郭を取っていきます。やばい、つけすぎた。輪郭を取るとさ、ちょっとなんかずれてるのとかわかるんですよね。これがなんかちょっと上に行ってる気がするので、もうちょっと下げたいと思います。昨日そういえば人生で初めて骨格矯正みたいな名前の店舗に行って、今まで自分の体が歪んでるかどうかとかを矯正とか整体とか行ったことなくて知らなかったんですけど、結構最近肩こりがひどくなってきて、なんかそういうさ、あの骨盤矯正とかそういうのをやってみてもいいかもなと思って、ちょうどなんか肩こりがやばかったから行ってみたら、結構ねずれてるって言われました。なんかあんまりさ、全然こうエステとかもそうだし、旅行行った時ぐらいしかエステとかも行かないし、あとマッサージとかもなんか友達が行きたいって言ったらついてくみたいなぐらい、自分から一人でマッサージに行ったりみたいなのがなかったんですけど、やっぱちゃんとそういうケアみたいな、自分の体のメンテナンスにもなんかちょっと時間をかけなきゃいけないのかなってね思いました。整体っていうよりかその骨格矯正みたいな感じがメインのところみたいで、保険料適用外だから結構ね、3、4回通ったりすると2万ぐらい、もっとかな、2、3万になっちゃうかなって思うんですけど、でもそれでね、自分の体の歪みとか健康が治るなら、健康が治る健康になれるなら、まあいいのかなと思って、2万円あったら何買えるかなとか、2万円あったら洋服欲しいなとか、いろいろちょっと一瞬ね思ったんですけど、ちょっとまあ大人にもなってきたし自分にもかけてみようかなっていうことで、なんか回数券っていうのが売ってるみたいで、なんかね、そうちょっとお得になるみたい、あ、間違ったちょっとお得になるみたいなやつがあったので、それを買っちゃいました。大人な買い物をした。みんなはマッサージとか行くのかな、結構みんな行ってるもんなのかな。あんまりさ、友達とさマッサージ行くとか整体行くとかさ話したことない今日はちょっとリップメインにしたいから先リップ塗ろうかな。そういえば先週さ、全然うまく更新っていうかね、やりたいこといっぱいあるのに、しかも撮影してるのにうまくいかない日々で、すごい、あ、すごい血出てきたそう、すごいね悔しかったんですよ先週。ちょっとネガティブになっちゃう日とかもあったりして、まあ前向きな変化をつけるためにいろいろ頑張ってて、やっぱ前向きな変化の助走みたいな感じで、誰だ、なんか唇の調子がね、ここ1週間ぐらいずっと悪くて、ずっとリップクリーム塗ってるんですけど、ずっと口の横も切れてるし
ちょっとねネガティブになっちゃった日もあったんですけど、みんながね焦らなくていいよって、待ってるからねってね言ってくれる優しい方々がいっぱいいて助かりました。本当に気持ちがね焦らなくていいんだって思えて楽になりました。ちょっとこのチャラチャラうるさいからマイリトルボックスに入ってました。ちょっと血がずっと止まんないんだけど、毛細血管がたくさんある場所は血がなかなか止まりにくいらしいです。じゃあちょっとハイライトやってきます。トーンのルミナイザーバーフェイスカラー02番、これすごい可愛いの、こんなイエローのバーなんですけど、ツヤーンって、これは展示会で可愛いって一目惚れして、こんなにさなんか淡いイエローのバーム私は他に見たことなくて、可愛いって思って一目惚れして、その展示会が終わってすぐにコスメキッチンに行って買いに行きました。でもねそんなにめっちゃ分かりやすいっていう感じじゃないけど、自然に乗るのでギラギラさせたくない時とかいいかも。謎の塗り方したらこちら、じゃん、アディクションザマットリップリキッドに022番、これめっちゃ可愛いやつな感じの色です。絶妙な使いやすいブラウン。ティントとかだとね、物によっては汚く剥げちゃうこともあるので、割れてる時はマットリップの方がいいかも。したらこちら、じゃん、スックのシグネチャーカラーズ125番使います。皆さんこれ買いました？この明るい色とオレンジを混ぜて二重幅にのせていきます。二重幅というか全体的全体的かな。私これ当日に買いに行ったんですけど、意外と残ってるみたいで、結構スックってあの元スックの美容部員をやられていたお友達がいるんですけど、すっごく一瞬で売れて伝説になる限定と全然売れない限定と結構二極化するみたいな、差が激しいみたいなのを言ってて面白いなと思いました。なんか安定してるブランドもあれば、そういう風にこうめっちゃ売れちゃって買えない時もあれば、全然今回は違うなみたいな時もあればみたいな。まあでも確かにちょっとさ攻めてるじゃないですかスックって。私はそこが大好きなんですけど、なんかその攻め方が普段使いしにくいやつだと、もしかしたらちょっと手が遠のいちゃうのかもしれないですね。なんかさ髪の毛メイクしてる最中も髪の毛が綺麗な女でいたいんですけどメイクしてる最中ボッサボサだったりしません？私たまに調子悪い時したら下もこことここを混ぜて塗っちゃいます。昨日は一日めっちゃいい日だった。そう、初めて整体にも行ったし、動画もやりたいだけいっぱい編集できて投稿できたし、あと探し物もね、家でカードがなくなって、クレジットカードがやばいじゃないですか。でしかも家でなくなったなって思ったんですけど、もしかしたら家じゃないかもしれないから、その場合止めなきゃいけないから、ちょっとちゃんと探さなきゃやばいと思って部屋を片付けつつ、もうずっと探してたらパスポートの間に挟まってました、カードが。いやなんでって、どうしてここって思ったんですけど、まああったからいっかと思って。したらじゃーん、こちらペリペラのなんかすんごい横長いのアイシャドウ、ちょっとピンクなんですけど、こちら使ってきます。チューリップ使います。広めに伸ばしていく感じ。こういう優しい色のパレットは韓国コスメが優秀ですよね。あんまりこう冒険色が入ってない分、どの色使っても失敗しないっていうメリットがあります。したらね、ここ使ったら消えちゃうのかな。ここの色、ピンクっぽい色使います。あ、意外と消えにくいオレンジピンクメイクにします。今日朝すごい工事してたんですね。どこ工事してるのかちょっと分かんないんですけど、めっちゃ横から聞こえてきて、えちょっと撮影できないじゃんと思ったんですけど、私がまあいいかと思って撮影してみようと思ってメイク始めた瞬間に止まりました。トントントンが。どうして、すごくないありがとうって思いました。ここのカラー絶妙な色、でも発色がいいから、なんだろう、物足りなくないですね。普通こういう優しい色をねいっぱい使ってると、わあ物足りないって結構思ったりするんですけど、
ペリペラは平気。したら二重幅もここの色、さっき今入れてた色を二重幅に、二重幅じゃないか、涙袋の線に。目の上まずここを入れてみます。このロメすごい綺麗そう。おーすごい、なんかただのシルバーじゃなくてちょっとなんか水みたいな、若干ちょっとグレーっていうか黄色っていうか、ちょっとだけ色がついてる気がする。白いけど黄色かな。かわいい、この色めっちゃかわいい。すごい、めっちゃかわいくないですかこの色。真っ白じゃない、うん、いいですね。したら目の下にここ使います。ここも絶対かわいい。このパレット収納どうしたらいいのって感じじゃないですか。収納難しそう。ありがちなパレットって個性は少ないかもしれないけど収納しやすいから嬉しいんですよね。横長になられてもどこに入れればいいのか分かんないもん適当に入れちゃうとさ、結局分からん、どこに置いたか分かんなくなっちゃって使わなくなっちゃうから、じゃあ棚の上に置いとくかと思うと棚の上が汚くなるっていうね。あ、そう、ちょっとね結構また整理をしているので、もうちょっと整理頑張ったらコスメ収納動画最新バージョンまた出したいと思います。そしたら最後一番濃い色、一番濃い色って言うてもそんなにめっちゃ濃いわけじゃないけど、でぼかします。したらこのグリーン使います。キラキラのせたちょっと下に重ねます。したらこの一番濃い色をラインっぽく入れます。かわいいですよね。個性派だから1個で仕上げるよりもなんかこういうこう個性が少なめなこうシンプルなアイシャドウと合わせてこのスックの個性を出してあげるとめっちゃ最大限に活かせると思います。やっぱこの個性的なパレットだけでメイクしようとすると、まあ、それもねかわいいんですけど普段使いって考えるとちょっと難しい時もあると思うので。したらもうちょっとリップ濃くしたいのでちょっと重ねたいと思います。これもうね昔のクリスマスとかかなのセットで入ってたこの色すごいお気に入りのブラウンなんですけど、シアーのブラウンだからすごい使いやすいです。そういえばボーチェの7月号の付録が欲しかったから神崎めぐみさんとのなんかコラボの買いみたいなんですけど、アマゾンで久しぶりに雑誌を予約してみました。なんかそれのために買うとか少ないんですけど、やっぱねなんかお得に試せるのでいいですよね。7月のセットではなんか洗顔しやすいようななんかなんていうのああいうのってカチューシャじゃないけど、まあ、カチューシャみたいなやつとあとね泡立てるネットとかがついてるやつで、泡立てネットちょうど欲しいと思ってたからいいじゃんと思って予約しました。結構これボリューム出るんですよね。はい、一回塗りでまず乾かします。やっぱこれいいわ、こんな感じ。結構ボリューム出るので溶かしてあげてもいいけど。そしたらシェーディングがセザンヌ使います。セザンヌをブラシに取って、夏はやっぱりさヘアアレンジしたくなるじゃないですか。髪の毛下ろしてると暑いから上げたりとかいろいろしたくなると思うのでシェーディングはねマストですよね。あんまりしないよっていう方はセザンヌおすすめです。セザンヌ安いし全然直接こう塗っちゃっても馴染ませられます、指で伸ばせば。したらハイライトゾーンにアディクションザブラッシュニュアンサー001番、これを特に輝かせたいところにだけ、もうねトーンのハイライトも入れてるのでほんと部分にだけ、テカって見やすいおでこはまあトーンだけでいいかな。この色かわいい。はい、ということでこれで今日のメイク完成です。どうですか、アクセサリーをつけてちょっと耳に巻くスタイルで、耳に巻く耳にこう
かけるスタイルでストレートにしてそのままでいこうと思います。いかがでしょうか。こんな感じ。ちょっと今日唇の調子悪いからこれを使いました。上に最後マットだけだとなんかちょっとやっぱり怖いかもと思って、アディクションマキシマイ、アディクションじゃない、ディオールマキシマイザーの021番、この色おすすめです。めっちゃねゴールドがキラキラって入ってるオレンジ色でめっちゃ可愛いので、ブラウンリップとの相性いいのでぜひゲットしてください。はい、という感じでこんな感じで私の最近のお気に入りコスメをたくさん使って GRW リーム撮ってみました。今日何の話したっけ。本当ゆるく、普段通りの感じでおしゃべりできたかなと思います。あ、香水見せよう。じゃーん、香水コーナー。ちょっといろいろありすぎてごちゃごちゃしてるんですけど、ちょっと最近また増えたので紹介します。じゃーん、こちらシンピュルテのマインドフルフレグランスノンアルコールピュリフィケーションオブマインドっていうオーディコロンです。そんなに匂いがすごい強いやつじゃないんですけど、それこそこうマインドフルネスみたいな、ちょっと心リセットしたい時とかにシュッシュって空間に吹きかけたり自分に吹きかけたりして楽しむようなやつですね。これは前から使ってるイソップのマラケシュと、あとヒースはこの2つがお気に入りです。特にこっち06番の香りです。あとなんだかんはちょっとね使用感えげつないんですけど、これもお気に入り、アナザー13オードパルファム、ジョーマローンとか、あとこれも最近ゲットしたのすごいいい香りです。ナルシソ・オドリゲスのフォーファーフォーエバーオードパルファン20周年エディション限定のやつです。とこれも使ってます。あとイベントでお花、これ本物のお花なんですよ。なんか造花みたいに綺麗じゃないですか。私が一個ずつセレクトしてこれに詰めてもらいました。あとルームフレグランス系とお守りとネイルオイルとか、お守りこれ富士山の神様ですね、登った時に買いました。まあ山頂まで登ったわけじゃないけど、なんか壺押しの天然石のとかの上に置いてます。あとこれは練り香水、ちょっと物が多すぎますがお気に入りゾーンです。このナルシソの定番のね、これシーハーだっけ、フォーハーだそう、なんかこのフォーハーっていうシリーズがすごいこのナルシソの中でも大人気なシリーズで、それの20周年エディションということで限定のねいい香りなんですけど、ちょっとねエキゾチックなフローラルな香りで、若干爽やか系な感じだから全然重たくないんですけど、都会的な感じも感じるというか、エキゾチックなんだけどセクシーでキュートな感じちょっと香り難しいけど、チュベローズとかジャスミンとか口なしとかが含まれてるらしいです。うん、すごいなんか爽やかな甘すぎる香りじゃないので私は大好きです。最近チュベローズ系の香り、深みのあるちょっとセクシーな大人の女性みたいな感じの香りにハマっております。よし、これで準備完成です。ということでこの動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッター、TikTok やレッドもやっているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。